ゆずでもね、もう大きさまちまちで、もうイボイボやね、こうイボイボ、イボイボゆず、こういうのとみかんと違ってね、まあ、このまま、うん、出来合って一歩一歩みたいな、これぐらいの、あの、はい、野球ボールぐらいの、これぐらいの大きさのやつをね、皮むきして、で、今までね、動画でご紹介させていただいたような、皮で、干してチンピにしたりとか、うん、柚子醤油にしたりとか、うん、ちっちゃいのもあるの、これ、うん、こんなちっちゃい、ピンポン玉ぐらいの、うん、こんなやつもあるんでね、どれが一番いいお汁が取れるかどうかっていうのは分からへんんだけどね。うん。まあそんな感じで、皮をむきむきして、で、それを絞って、ゆずポン酢作りっていうのは前にお話させていただいて。で、今度、この柄の方やね。柄の方。うん。これも、これお風呂に入れて、変なことやったりしてる動画もあるんやけどね。これ、金だけに分類してね。で、醤油にしていく動画、その前やったかな。うん、結構とろーっとした醤油がね、出来上がってました。うん、今日はね、これで、化粧水、種からも化粧水、ペクチンがね、ものすごく含まれてるんでね。ちょっと今日はそれをご紹介したいと思っています。ぬるっとね、ぬるっと。もうあの、絞った後ね、うん、これは種が貴重なんで、ね、この、ゆずペクチン、うん、っていうのかな、うん。このぬるぬるっとしたのが、すごいね、あの、とろみ成分っていうか、保湿力があってね、お肌にも結構ええらしいんやね。で、いろんな化粧水とかチンキとか、今までね、動画アップしてきたんやけど、今回これ初めてなんですけどね、もうあの、土仕事するでしょ。うん、畑。うん、ほんなら、ここ、手先がね、もう冬になったら、ちょっともうカサカサになってしもって。うん、これ。で、今までその、ローズマリーもそうやし、日本酒のね、チンキ、うん、ティッシュ、ちょっと拭いて。に、あの、日本酒で、毒ダミエキスのね、動画アップしたら、あれもよう聞いてね、で、毒ダミの日本酒で漬けたやつを、葉っぱをね、漬けたらしっとりするいうね、そういうのもあって、結構それ使ってるんやけど、この、ゆずの種、うん、これをね、固まるんやね、これね。うん、で、これ、水で洗い流して。で、それで、こっちは醤油なんですけどね、うん、前の動画でお話ししたように、これ、醤油漬けにしたら、とろみがあって、早速これ作ってみたんやけど、昆布入れてね、しとんやけど、美味しいってね、これ。うん、毎回こればっかり、湯豆腐じゃなくて、何でもこれ使うようにしとんやけどね。これ、こんな感じね、うん、とろみがあって、うん。うん。これだけ食べても美味しい。何でも。で、これを、純米酒、うん、日本酒やけどね、純米酒をね、使った方が抽出率、まあ、お肌のためにいいからね。うん、やっぱりアルコールで25度、いつも飲んでる、キンポが飲んでる、25度の焼酎でつけたりとか、ウォッカでね、つけたりする方もいらっしゃるみたいなんですが、あれってやっぱりお肌に合わへん人があると思うよね。でもこの純米酒言うたら、度数が大体まあ15度ぐらいなんですよ。うん。で、純米酒のはアルコールを含んでないんで、原材料が米麹だけ。うん。で、発酵して、清酒になってる。まあ、これ純米、吟醸酒の部類になってるんですけど、まあ、お酒はね。うん。それで、まあ、化粧水にしてみようかなっていう、考え方で、今これ種取りをしています。で、これね、多分いい出来になると思ってます。はい。はい、いうことで、早速、これを水洗いをしてね、うん、水洗いして、日本酒で、漬け込んできたり、またね、醤油とは、違った、日本酒漬け、飲んでもええかもかれね、化粧水にせんでも。はい、いうことで、今日も、よろしく。自然の暮らし、キミポン広場。綺麗にね、ぬめりを取って、ぬめりがペクチンなんやけど、でもね、種干しても、なんか出てくるみたい。種にすごい含まれとうから。だから一応まあ衛生上ね、洗った方がいいかなと思ったんで、今回は洗います。うん。これね。で、ザルに取って、天日干しをして、それから、日本酒、純米酒につけていきたいと思っています。こんな感じでね、水洗いして、軽くね、水洗いして、朝日に干してます。でもね、それでも水洗いしても、こう、ぬめりが出てるっていうかね、うん。ペクチン、保湿成分があるから、ね、結構これってね、水洗いをして、まあ、こんな感じで、漬け込んでしょ、日本酒、漬け込んでいきたいと思っています。
はい、改めまして、キンポン広場のキンポンです。いつもご注意いただき、ありがとうございます。いや、もうほんまにね、もう2週間したら冬至。日の暮れが早いね。もうね、4時回ったら、もう菜園片付けなあかんような雰囲気になってきた。うん。今までやったらね、4時回ったら、さあ今からっていう感じだったけどね。もうなんか慌ただしい感じ。4時回って4時半になって5時になったら、もう通りの道路、車、ブンブン通りょうしね。うん、みんな慌てとやんね。事故も多いみたいだし、日暮れってもうすごい慎重にね、運転せんとあかんと思います。はい。こんな感じでね、冬至があと2週間後、今年22日にね、冬至、ゆず風呂入られますか？うん。金峰の場合はね、もうこの冬至までの間に、この前からご紹介させていただいてるのに、これ。うん。皮をムキムキしてね、で、皮を天日干しして、天日干しをしたのが、この、陳皮。皮の粗い方が粗めで、細い方が細め。当たり前の話じゃないけどね、うん。これをね、もう調理に使ったお菓子とかに使ってもいいし、鍋、それから、湯豆腐なんかにね、ちょっとこう、添えたりしたらね、すごい柚子の香り、ブーンとして、美味しいんです、これ。これをね、今のこの時期に、一生懸命ね、皮を剥いて、天日乾燥して、こういう風に、まあ、乾燥剤入れてね、ストックを増やしています。12月のお仕事っていうのはそんな感じです。で、この、抜け殻になったやつ、柚子ってね、捨てるとこないんです、これ。もう全部、無農薬ですから、みかんのようにワックスをかけて、どうのこうのって言うんじゃなくって、もうそのまんまの姿で、そのまま全部、調味料として、使います。で、その、調味料はこちらの皮の分になるんですが、それはね、前の動画でもご紹介をさせていただいておりますが、こちらの中身の、この種、前回は醤油、醤油を使ったお話させていただいて、あのトロッとしたタレね、タレ醤油みたいなやつ、でちょっとね、この種っていうのはユズペクチンって言ってね、保湿性のあるとろみのあるね成分が含まれているので、前はね以前にドクダミの日本酒漬けにした、化粧水チンキを作って、で、その時も、この純米酒を使ったんですけれども、今回は、先ほど動画で内容に、説明させていただいたように、これ、午前中、天日で水を切りしてるのに、もうまたぬめり出てきてる。これ水洗いしてる。化粧水にしてる、するためにね、本当は洗わずに自家製で使うんだったら、もうそのまんま、もう瓶にね、この瓶に、煮沸した瓶に詰め込むだけでいいと思うんですが、ちょっとこれはね、いろんな方にお試しいただきたいということで、一回水洗いしてます。水洗いしてるんやけども、それでもね、まだぬめってるん、夕方になったら。ぬるぬるぬる。これが保湿性のある、ペクチンの現れっていうかね。すごいぬめりが あります。これちょっと測ってみたんですが、350g ありました。だから 350g のだいたい4から5倍に、日本酒で、漬け込むっていうことですので、ちょうどかなっていうふうに思ってます。これでだいたいまあ2週間ぐらいね、漬けていきたいと思います。ということで、今日は、この、純米酒で漬ける、アルコールでもいいんですが、純米酒で漬ける、化粧水の作り方ということで、動画で、ご紹介をさせていただきたいと思います。最後までよろしく。自然の暮らし、キミポン広場。ね、こんな感じなんですよ。これ、洗ってもね、これ、ぬるぬるって、醤油と一緒、だからここからずーっと成分が抜け出して、いるんやろうかね。で、測ってみたら、ちょうど350あったんで、この純米、吟醸酒、これに、今日は、この、煮沸して、アルコール消毒したこの瓶に、同じようにね、醤油と同じように漬け込んでいきたいと思います。はい。何回もね、お話しさせていただきますが、ここでは、アルコール15度、今薄いのが売ってるんで、13度ぐらいのね、日本酒もあると思うんですが、そうじゃなくて、だいたい日本酒の温度っていうのが16度以上、16度未満っていうのが標準になっていまして、原材料が、米、それから米麹、いうことで、精米具合っていうのはね、具合っていうのは、これはもう、吟醸酒純米
米酒に、いろいろ、まあ、取り決めがありましてね。大体、まあ、小さくなればなるほど、お米の磨き、ぬかにするところが多くなれば多くなるほど、これが、50になり、40% なりってすることになってるんです。だから、まあ、大体、まあ、60% ぐらいが、まあ、妥当な、清酒の、精米具合ということになってると思うんですが、これは、60% を使っています。はい。で、ここで余計なものが入っていない。ここで、糖類ですとか、醸造アルコールってね、書いてある、清酒があるんですが、それはね、米麹以外に、お砂糖ですとか、アルコールで、混ぜた、お酒ということになっておりますので、化粧水に使う場合は、この米麹のみの、純米酒。それが純米酒になるんですが、純米酒で、漬け込んでいきたいと思っています。はい。はい、それではね、キャップの部分と中の方を煮沸をしてアルコール消毒ね、今便利なものがあるからね、アルコール消毒でずっとキッチンペーパーで拭いてね、雑菌が入らないようにしてます。こちらの方も天日乾燥というか乾燥まで至らへんねんね、これ。うん。でもまあ、太陽光ってすごいからね、セロトニンも含まれろって、キンポンもいつも、まあ夏はね、セロトニン吸収してるんですが、こんな感じで、うん。とろみがもうすでに、あります。綺麗にね、乾燥できないっていうぐらいね、粘り持ってるんやね、これ。うん。これね、このお話したかな、手がね、すごい乾燥するんですよ、土仕事。土にもう手が荒れてしまって、ここ、ボロボロになるんやけどね。うん。でもこれ、このやつ、この種むきをね、この皮を、むきするだけで、ここ、ぬるぬるになってね、うん。ぬるぬるになって、治ってくるん、ここが綺麗に塞がって。うん。すごいなんかね、保湿性とこのペクチン言うたら、皮膚に、ええんやろね。だから、ゆず風呂ってあるんかもわからへんけど、うん。まあ、前と同じように。うん。これちょっと。これね、ほんまに、これ、飲みたいんやけどね、化粧水にするんやけど。よくでしょ。うん。これ、国産米 100% 使用って書いてある。うん、これ。はぁ。匂い、これもう火が沈んだ、これちょっとほんまこれ飲みたいんやけどね。で、これ、ジャブリンクしていきますね。こう、チャプ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 。うん、ジャブリンク。よいしょ。はい、いい。こんな感じ。チャプ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 。言うて。そう、これ化粧水になるんですよ、これ。うん。全部入ってまうんやろか。これ何も考えてしようんやけど。ちょっと待って。1.8 リットル入るんかな、これ。全然考えんとこれ動画撮っとるけどね。うん。うわー。無理ーみたいな。うん。ギリギリかな。おーちょっと入った。全然計算してないよ、これ。うん。はい、全部 1.8 リッター、入りました、うん。よかったー。ほんでね、これ、まあ、清酒なんでね、アルコールでする場合は、25度。とかでね、やっぱり皮膚の弱い方もあるみたいなんで、25度ぐらいの分でする方がいいと思うんですが、これ15度なんでね、結構お顔でも全然大丈夫だと思います。こんな感じで一回、まあラップでね、こんな感じで。はい。これで、出来上がりです。で、大体ね、これね、1週間、から2週間の間で、これ毎日ね、毎日、くるくる混ぜ混ぜしてね、とろみが出て、くる、みたいです。みたいです。ここが初めてなんですよね、これ。うん。でもこれ信じるんよね。これ、ほんまに醤油と一緒。うん。はい、出来上がりました。これ。もう、これね、捨てるもったいないけど、なんかね、これね、牛乳パックでもなるんですけど、ちょっとだけ残ったんやね。うん。だからね、貧乏の場合は、牛乳パックの場合は、最後に残ったやつをね、コーヒーにね、牛乳使ってるんだけど、そこにね、ちょっとだけお湯足して、くるくるくるって混ぜてるけど、また使ってるよ。また一回分牛乳使えるよ。結構。飲みました。美味しかった、これ。純米酒。はい。いうことでね、これ、もうすでに、ほら、なんかね、きなりになってる。うん。白い紙なかったかな？あるかな？ちょっと待って。ちょっと見て。うん。これ。うん。どんな感じ？ほら。もうちょっと後ろの方がいいかな。うん。もうすでに。ほら。もうすでにきなり。
うん、お酒自体がちょっとね、黄色みがかかってくるんやけど、でももう青春の色じゃない、これね。うん。すでにもうこの、ぬるぬるペクチンが、もうなんかこう、放出してるっていう感じです。うん。これをね、基本、毎日、一回、ゆるゆる混ぜてやるっていうこと。と、だいたいまあ、10日から、2週間ぐらいまでの間、とろみが出てくるまで、この管理をしてあげるっていうこと。うん。とろみが出たら完成。で、完成したら、この粒を全部一回出して、で、ろ過をして、化粧水として完成です。で、あと、冬場はね、いいんですが、まあ、冷蔵保存が一番いいかな、というふうに、思っています。それから、管理方法としては、冷蔵保存で、だいたい1年ぐらいかな、かなと思っています。今までのチンキもね、だいたいまあ、熟成させて、1年、2年、全然大丈夫で、熟成させればさせるほど、いい効力持ってるっていうね、素材もあるんですが、ちょっとこちらの、ペクチンの、この化粧水っていうのはちょっとわからないんですが、金本の場合は、アルコール、焼酎25度、高類焼酎を使える方がいいみたいなんですが、焼酎25度でするよりかはね、毒ダミの、チンキと一緒で、日本酒でする方がお肌にとってはいいかなっていう感じはします。うん。こちらの方もね、いつもまだこれ種を取った後の部分なんですが、ガーゼに包んで、毎日お風呂に、使ってるんですが、それもね、ぬめりがね、やっぱりペクチンが含まれてるせいかね、やっぱりね、お風呂上がりの肌ツヤっていうのは結構、いいみたいです。だからね、捨てるとほんまにない。うん。いうことで、この12月はね、忙しいんですけれども、柚子の効力っていうのをね、やっぱり上手にね、活かして生活に使っていきたいなというふうに思っています。いうことで今日はね、久々の化粧水の作り方ということで、12月で、取れる柚子での化粧水の作り方をご紹介させていただきました。またね、実際に使った出来上がった動画というのもこの後続けて、お話しさせていただこうかなっていうふうに思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル